アジアハイウェイ8号線は、アジアハイウェイの路線の一つで、総延長は 4435km である。起点は、ロシア連邦レニングラード州、ビボルグスキーチクトルフィノブカで、ビボルグからカレリア地区を通り、サンクトペテルブルクに向かった後、サンクトペテルブルクから南東に進路を変え、ノブゴロド、モスクワを通り、ボルゴグラードからは、ボルガ川南岸沿いを通る。 カザフスタン国境近くのアストラハンからはカスピー海沿いに南下しカルムイク共和国やダゲスタン共和国を通り抜けてアゼルバイジャンに入るヨーロッパからアジアに入ったアジアハイウェイ8号線は首都バクーを通りアゼルバイジャンからイランに入ることで起点から続いた欧州自動車道路との重複区間が終わるイランに入ったアジアハイウェイ8号線は ギーラン州ラシュトでカスピ海を離れて南下し、ガズビーン州、ガズビーンでアジアハイウェイ1号線と合流してテヘランに向かう。その後、アジアハイウェイ8号線はテヘラン西高を通って再び南下し、イラク国境に近い港町であるフーゼスターン州バンダレーエマームホメイニーが終点となる。なお、アジアハイウェイ8号線は、 イラン国内の一部区間を除き、他のアジアハイウェイ及び、欧州自動車道路との重複区間となっている。ノブゴロド州のロシア連邦道路 M10M2、幹線道路テヘランサベカンの高速道路5号線。ありがとうございます。